どうもどうもサボテンです。はい。今日は、入力音質の強さと、MMVC トレーナーのロス G メルチと、その改善方法のショート動画になります。まずは、入力音質の重要さのエテラウェイスが、栄養性を推奨するために、マイクの入力音質がとても重要なのをわかりやすい例として、TV シリーズダークキス7のヘッドセット、 ワイクと、えぇ、ー、d t 2 0 2 0 x d s b コンテンサーサマイクのオ味ス比較を用意しました。フィールプレバイスによる変換後のオ味スの違いは明らかなのですが、学習ク,クラブの、えぇ、ー、ドスジメルッチは、え18.5、17.5、16.9の、えぇ、ー、3種類を用意しちゃいますので、このクパカら音を知らうヘッドホンで聞くことをお勧すすめします。 でますはスキルシーザークキス版のヘッドセット。と前から。えラ、ー、ロスジーム打ちは18.5、17.5、16.9と続きます。ぜひ、まずは、聞いたのをやましょう。誰のあたたは言えてるようであ誰のあたたは言えてるようであ誰のあたたは言えてるようで、ね、あだ そして、KT2020XESP コンデンサーマイクはこちら。彼の頭は言えてみよだよね。彼の頭は言えてみよだよね。彼の頭は言えてみよだよね。はい。ということで、ディデバイスにある変換の脳質の違いは聞き取れたと思いますが、学習データのロス G メルチの,の違いは聞き取れたでしょうか 値が低くない気について、元の声に対する変換性が良くなっていることが確認できると思います。さて、次に n v c 学習の価値である、ドスジムアルチとその改善方法についてなのですが、一方では自分の解、えー、象が、えー、関係すると呟きましたが、この喋り方が、えー、変換対象とどこまで似せれるかということのようです。 こうするグラフを使えば分かりやすいのですが、ちょっとしたま、個人情報なので、るんですね。ポイントだけ説明すると、学習ごとの自分の愛計効果創生データを、学生時に、えー、次のことを注意すると、表すジメージをされることができます。この1番、えー、七時低く、はっきりと発生する。2番、声の欲を似せて発生する。3番、発生速度を合わせる。 はい。以上の3点です。自分は省エルを行えていた九州ソワをベースに発集させて、一発目のネタのが18.5点五ーメイでしたが、このみなして取り直したデータを40個だけ差し替えて再度発収させた結果、一発目の1000インターバルで17.5、1万1000インターバル目で16.9という数字が出ました。 これから推察数に、えー、残りの背景コーパス60個をすべて差し替えれば、良好を切ることはできるのではと思いますが、つまり無理を見上げで5から10分乗っさりますので、パチンマン時にでもやろうと思っています。ということです。今日は、変文 VC に関するお話でした。またねー。バイバイ。